皆さんこんにちは。プロジェクトウズ主催のギョイです。川原あずさです。地域クイーンの三原優里です。プロジェクトウズ組曲パンドラオーパス5最終章始まりのショーというのが、今年の2016年9月16日から19日インディペンデントシアターセカンドにて、上映いたします。これはオーパス5というふうになっておりますけれども、続きものになっておりまして、その5部作の最終章が今年ね上映されるわけなんですけど、こちらのお話ですね、3本にストーリーがちょっと分かれているシーンがございまして、それぞれのシナリオ、展開がちょっと変わってくるものがございます。で、それをお楽しみいただきたい方のためにトリプルチケットというチケットを用意しております。チケット料金ですね、通常一般が、2800円で当日3000円、学生1800円というふうに、ね、なっているんですよ。で、それと別でトリプルチケット7500円という形で3回見れますよっていうのは、3回で、1回あたりが2500円の値段で見れるちょっとお得なチケットになっております。これで、3種類のシナリオを見比べるもよし、もしくは友達3人で1回見に来るもよしという使い方自由になっておりますので、ぜひ皆様の、やりよい楽しみ方で、ぜひ劇場に足を運びいただければと思っております。私はオーパス1から出させていただいてるんですけれども、はい、とっても私にとっても大切で、みんなもう一度になって、作品作りに励んでますので、ぜひ劇場まで、見に来てください。はい、お願いいたします。いいこと言うだろう。お願いいたします。では三原あゆみさんどうぞ。はい、私は最終章にして初めての、出演なんですけれども、ね、オーパス1の時に出てきた登場人物の、役を演じます。はい、はい。初めてですが、積み上げられてきたものを十分活かせるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひお越しくださいませ。ください。というわけで、皆様劇場でお待ちしております。お待ちしてます。